ビーコンの街並みビーコンは、アメリカ合衆国ニューヨーク州にある都市、ダッチェス軍南西に位置する。2000年の国勢調査では、人口13,808人。市はかつて大陸軍へ、イギリス軍の動向を知らせるため、フィッシュキル山の頂上で燃やされたのろしから取ったもの。ビーコン市の位置には1709年、ニューヨーク州でも、初期の方に形成されたマッティーワン村や、 フィッシュキルハトバがかつてあった場所。1913年にフィッシュキル町の一部や二つの村が合併してビーコン市は誕生した。独立戦争期には戦争に使用する軍需品製造が盛んに行われ、取としても機能。1800年代には工場の町として知られるようになった。しかし1960年代を境に経済が 低迷、1970年代より、市内の数ある工場も閉鎖に追い込まれた。こうした経済の衰退が1970年代から1990年代にかけての経済復興を妨げる結果となり、一時期はおよそ8割に上る商業地域や工場が使用されないままとなったことも、ある。1990年代後半に、美術館のディアビーコンが完成。 芸術を起点に町は活気を取り戻し、会議場やホテルの建設など建設が実現した。市の総面積は1 2 7 k ル、東部にハドソン川が流れ、近隣にバナマン城、ビーコン山やハドソン渓谷などがあることでも知られる。ありがとうございます。